ベルリンの大通りを埋め尽くす人、人、人、その数は100万人。今年10回目を迎えたベルリンのラブパレード。今、世界中の若者がこのイベントのためにベルリンを目指します。鳴り響くのはテクノ。電子楽器が生み出す大音量のリズムが100万人の群衆を踊らせます。彼らは何を思い、何を求めてベルリンに集まるのか。100万人を踊らせる音楽、テクノ。そのパワーはどこから生まれるのか。そして若者を引きつけるベルリンの街は今どのように変わろうとしているのか。テクノ、そしてベルリンの魅力をラブパレードに探ります。ドイツの首都ベルリン。東西ドイツが統一されて8年になります。人口は340万人。2年後にはボンからの政府機能の移転も完了するベルリンは、今ヨーロッパをリードする都市を目指して大きく姿を変えようとしています。ベルリンの壁。1989年の壁崩壊直後には最も人気のある観光地でした。しかし今では訪れる人もほとんど見られません。今ベルリンで一番人気のスポットといえば、ビルの建設が進むポツダムプラッツ。ヨーロッパ最大のビル建設現場です。面積は11万5千平方メートル。2000年には31のビルが完成し、最先端のオフィス街として動き始めます。ベルリンのエネルギーを感じることができる場所です。そして今のベルリンを代表するイベント、それがラブパレードです。毎年7月の第2土曜日に行われるラブパレード、100万人の巨大な野外ダンスパーティーです。会場となる4キロの道は人で埋め尽くされ、テクノが響き渡ります。テクノは今世界の若者たちの間で熱狂的な支持を集めている音楽です。大群衆の間を行き来するのはフロートと呼ばれる大型トレーラー、その数47台。1台1台にアンプとスピーカーが乗せられ、大音量で音楽を流します。パレードは午後2時に始まり、深夜0時まで。世界中から集まった若者たちはひたすら踊り続けます。世界の若者を引きつけるテクノ、そしてベルリン。ベルリン市長が世界に誇れる一つの文化といってアピールするほど、ラブパレードは今のベルリンにとって重要なイベントなのです。ラブパレードが始まったのは1989年、ベルリンの壁が崩壊する直前の夏のことです。参加者はわずか150人。小さなスピーカーを積んだトラックを先頭に踊りながら行進するというものでした。翌年の第2回には2000人が参加、第3回には5000人を超えました。
大音量のトラックの列と踊り続ける若者たちはベルリン市民の注目を集めるようになります。そして年々参加者は増えていきました。今では100万人が踊るラブパレード、実はこのパレード、ラブ&ピースを訴えるデモとして始まったものなのです。Das war das erste Mal, dass in Berlin eine Demonstration stattfand für etwas. Für, nicht gegen etwas, für etwas. Und das haben wir mit unseren eigenen Mitteln, mit den Mitteln unserer Musik damals, die uns zur Verfügung stand, damals war es Acid House und Hausmusik, benutzt, um quasi eine Einheit zwischen den Menschen, die demonstriert haben, zu bilden.Und auch ein Bindeglied zu haben zwischen den Menschen. パレードの事務局はおよそ20人。交通規制や会場警備、清掃など、ベルリン市や警察、消防などと綿密な連絡を取りながら準備を進めます。また今では毎年テーマソングを作り、ミュージックビデオを使ってテレビでキャンペーンするようになりました。今年のテーマ曲、ワンワールド、ワンフューチャー。この曲は今年のパレードのスローガンを歌ったものです。この夏、ドイツのヒットチャートでは第2位を記録しました。Die Love Parade ist ja quasi daraus entstanden, dass jeder Teilnehmer das macht, was er für richtig hält, das was er denkt, wie er sich darstellen muss, wie er seine Musik liebt, wie er das Leben sieht. Und das ist einfach die Love Parade als Forum, als selbst kreierter Platz, wo quasi eine Einheit entsteht zwischen allen Teilnehmern, wo auf tanzender Weise mit der Musik kommuniziert wird.Wo Selbstdarstellungen stattfinden, wo miteinander Freude erlebt wird, wo Gänsehaut, wo die Gänsehaut einfach präsent ist. Und ラブパレードが近づくと、ベルリンにはテクノファンの若者たちが集まり始めます。強烈なリズムと電子音が街にあふれ、ベルリンはテクノ一色になります。世界の若者たちを引きつけるテクノ音楽、ベルリンはテクノの発信地です。ここはベルリンの CD ショップ。入り口から入って最初に目に入るのはクラシック。さすがベートーベンを生んだ国です。その奥にあるのがジャズ、そしてロック&ポップと、ここまでは日本の CD ショップの分類と変わりません。一番違うのがここ、テクノ。日本では考えられない売り場の広さです。テクノはこの店の売り上げの 15% を占めています。ベルリンは世界のテクノの中心地でもあるのです。ベルリン市内にあるマンションの一室、エンジニアもミキサーもいない部屋に音が響きます。テクノはミュージシャン一人だけの空間で生まれます。マイク・バンダイク、
ドイツだけでなくヨーロッパやアジアでも活躍するテクノのミュージシャンです。テクノがこれまでの音楽と違う点は、極端に強調されたリズムを前面に押し出していることです。また曲の作り方のルールが全く違います。普通歌には1番2番という分け方があって、前奏1番2番間奏といった構成が決まっているんです。テクノはそれと全く違って単調である方がいいんです。全く違った時間の流れに乗っているんです。つまり1番とか2番といった区別をせずに、ひたすらリズムを繰り返していって一気に終わります。まず簡単に説明しましょう。まず基本のリズムを作ります。ここの一つ一つの長方形がそれぞれの楽器の演奏を表しています。これがベースドラム、それからシンバル、コンガはこの機械から音が出ています。ベースドラムはこの機械からです。左から右に向かって動く縦の黒い線が音楽の進行を表しています。一つ一つの長方形はそれぞれの楽器の音の単位。テクノはこの音の単位を細かくコピーしながら次々と並べていきます。この黒い長方形がシンバルの音を表しています。これをこうやって増やすことによって簡単に繰り返す音楽を作ることができるのです。テクノ音楽を作るときに大切なことは、物事にあまりとらわれないことです。何かを作ろうとして気に入らないときには、それにこだわるよりも別の新しいことを試してみる方がいいんです。試してみることで偶然いいものが生まれるんです。あ、この音を使いましょう。ラブパレードで100万人を踊らせる音楽、テクノはたった一人の手で普通の部屋の中から生まれます。コンピューターを使い電子音の繰り返しで音楽を作るテクノ。ではテクノのルーツはどこにあるのでしょうか。電子音楽の歴史は20世紀初頭に始まります。その中で今のテクノが生まれる大きなきっかけとなったのは、1964年にアメリカのムーグ博士がシンセサイザーを開発したことです。それまでの楽器とは全く違う電子音を自分で合成して演奏するシンセサイザー、テクノの電子音のルーツです。
音楽家たちはこの今まで聞いたことのない音に夢中になりました。夢中になった一人が作曲家富田勲です。彼はオーケストラの代わりにシンセサイザーを使い、クラシック音楽の演奏に挑戦しました。そのためにシンセサイザーを輸入したのです。ワグナー以来、楽器ってのはほとんど100年間変わってないと思うんですよ。そうすると、まあその音のその なんていうかな、その楽器同士の音の積み重ねでいろいろ試行錯誤するんだけれども、でももうこの辺でどん詰まりかなっていう気がその当時しちゃったのね。実はそうでなかったんだけれども、要するに自分がその譜面を書いてても、もうこのホルンとこの何そのブラスの組み合わせにしても、これは誰かがやってるなっていう気を持ちながら譜面返したわけ。そこへそのシンセサイザーがあるという情報を知って、これはそのアイデア次第でどんな音でも出せると。だからこれは絵で言えばパレットみたいなもん。だからそのどういう音がその中にあるかっていうことはパレットを指してね、これはあのどういう色ができるんだというのと同じでナンセンスだと、あくまで自分で作るんだと、そういうものができたというんで、もう矢も盾もなく入院しちゃったんですね。もう一つのテクノの基本、繰り返しもすでに60年代の初期から始まっていました。その先駆者の一人が現代音楽作曲家のスティーブ・ライヒ。60年代後半、彼によってひたすら繰り返す音楽が作られました。そして70年代の後半になって登場したのがクラフトワーク。ドイツの4人組の彼らはシンセサイザーで作った電子音を繰り返すことでポップミュージックを作り上げました。これが今のテクノの元祖です。それからおよそ20年、電子音の単調な繰り返しは多くの人を引きつけ、100万人を踊らせる音楽となったのです。ベートーベンあたりがね、音楽になんかイデオロギーだとか思想だとかみたいなものをこう入れ込んできて、でそういうものがないと芸術がないみたいな風潮になっちゃいましたよね。だからだけれども、もともとはそういうものじゃなくて、ただ素人たちが集まって歌ったり叫んだりして、まあ楽しんでたわけですよね。だからテクノっていうのはある意味においてもう一回ご破産にして原点に戻ったところから再スタートするような気配を感じるわけね。だけど彼らもう一回ゼロに戻してねやろうなんて思ってないと思うわけね。Warum ist das so? Techno hat, glaube ich, wie ich finde, eigentlich gar keine Inhalte, sondern ist eigentlich inhaltsleer. Und das ist das, was ich sehe, dass das einfach Freiräume gibt im Techno.Und es ist ja auch eine Musik, die quasi in ihrer Entstehung eine Revolution auf der Tanzfläche war und das auch immer noch ist, weil sie halt schnell, laut,
und fast ohne Ende ist. Also es ist ein ewiges Stück, das da spielt. Und gerade dann auch das Gemeinschaftserlebnis aller Menschen zu dieser Musik, das ist einfach die sehr stimulierende Form für den Körper, für den Geist, der sich dann daran erfreut, dass er tanzt. ラブパレードの準備が始まりました。ドイツ統一のためにプロシアが行った戦争の勝利を記念して建てられた戦勝記念塔の下にメインステージが設営されます。パレードはこの塔を中心にして進み、フィナーレでは100万人がこの周りに集合します。塔を中心に東西に伸びる道、6月17日通り、この幹線道路の4キロがパレードの会場です。手前にはかつてこの町を東西に分断していたブランデンブルク門、ベルリンを代表するこの道を100万人の若者が埋め尽くすことになります。Geht ihr auf die Love-Palette? Ja. Und was erwartet ihr da? Naja, das gleiche wie letztes Jahr eigentlich. Viele Leute und überhaupt alles mögliche. Laute Stimmung. Und was ist daran so schön? Das Feeling, nein, weiß nicht. Ja, ist alles wirklich, alles Musik, die Leute, man sieht da viele Leute. Geht ihr hin? Wir gehen hin. Ja. Ja? Ja. Wir kommen extra aus Koblenz deswegen. Was macht ihr da? Tja. Tanzen, feiern, gute Stimmung. Was ist da so schön? Musik, die Leute, Stimmung. Ja, Menschen. Das Feeling, also ich meine. Ja, jedem das Seine, sollen sie glücklich werden. Also ich finde das ganz toll, dass das hier in Berlin stattfindet. Und das ist was Tolles, sag ich mal, für die jungen Leute, die haben ihren Spaß. Und wir Erwachsenen, die zuschauen, bestimmt auch. Doch, wir brauchen Attraktionen hier in Berlin und das ist eine davon und ich befürworte das. Dankeschön. Tschüss. ベルリンの街ではパレードのフロートの準備も進みます。フロートは大音量でテクノを流しながら行き来する大型トラックです。さまざまなグループが思い思いのフロート作りを行います。すべてが手作りです。このフロートはかつての東ドイツの若者たちが中心になって作ったアートグループのもの。今年は列車そのものを素材にして作っています。中心となって準備を進めているのがカールスレンフェスト、30歳。5年前からフロートの責任者を務めています。毎年3ヶ月以上かけてフロート作りに取り組んできました。Ja, das ist halt eine Lebensart, Musik und alles. Das sind die 90er Jahre halt. カールスレンは現在失業中です。ベルリンの壁が崩れるまではトラックの運転手でした。西側のダンス音楽に惹かれ、西側のラジオに夢中になっていました。そんな彼にとってテクノは憧れの世界と自分を結びつける音楽でした。Ja, Leute motivieren, Leute zusammenschlossen aus allen Kreisen, egal wo du herkamst, wie du aussahst, tanzen, feiern ohne Ende. Und gerade zur Zeit der Wende. Auf jeden Fall, er wurde bösartig gefeiert. Ja? Geht ihr auf die Love Palette? Ich will, aber ich kann nicht, meine Mutter erlaubt sie. Wie alt bist du denn? 13. 13 darfst du noch nicht, und du? Nee, ich gehe da nicht hin, ich muss bei meiner Oma sein. Das ist so. Aber ihr werdet gerne da sein? Ja, eigentlich schon, aber es geht nicht.
Was halten Sie von der Love Parade? Wirklich super. Es macht richtig Spaß, nette Leute, große Party. Und ich bin auch dabei. Ich auch dabei? Na klar. Haben Sie nicht dann Dank, Sir? Da tanze ich den ganzen Tag. War ich schon öfter da? Ja, von der ersten an war ich an dabei. Totaler Techno. Ja, ich werde garantiert nicht teilnehmen. Ich habe das einmal mitgemacht und halte das für den übelsten Schwachsinn, den man nicht denken kann. Und finden Sie nicht gut, aber dass die junge Leute daran Spaß haben? Das dürfen sie natürlich, ja. Aber ich habe eben keinen Raum. Warum? Ich finde es Unfug. Laut, lärmig und dumm. Love Parade? Ja, ist cool. Echt cool. Ja. Geht ihr auch hin? Ja, wir gehen hin. Ja. Da gibt es ja auch extra so ein No-Limit-Ticket für die Love Parade. Also wir ist werden cooler. Auf jeden Fall hin, wie voriges Jahr. Ist ja süßer. Ist nicht so voll? Ja, voll ist es voll, total. Mal. Also wir kamen schwer durch. Wir haben uns ein bisschen vorgedrängt. So. Ja, meine Alter, durch die Menschen. Berlin の繁華街、クーダムにあるブティックです。人気のテクノファッション専門店です。ラブパレードは野外で行われる巨大なダンスパーティー。100万人の群衆の中で目立つためには、衣装は重要なポイントです。この店、やはりパレードの時期が一番売り上げが伸びるそうです。Na, ganz wichtig sind im Moment, ist im Moment eigentlich Transparenz zu zeigen. Das heißt also, Unterschied zu bisher, du kannst also was durchsehen, Haut. Alles muss ein bisschen hier Materialien, Latex zum Beispiel. Farbe spielt nicht mehr so, eine große Rolle wie zum Beispiel noch vor 3 Jahren. Ja? Na, Techno-Mode. Oder hier für Frauen zum Beispiel. Kann man jetzt auch ganz schön sehen, ist alles auch wieder sehr figurbetont im Moment, sehr, sehr sexy. Auch bei der Hose zum Beispiel, bauchnabelfrei, also richtig Hüfthose und mit einem kleinen Schlag. Und da auch ganz, ganz wichtig, dass es auch die Materialien. この店で衣装選びに熱心な女の子たち、高校生です。パレードに個性あふれる衣装で参加して注目を集めること。ベルリンの高校生にとってもラブパレードは大切なイベントです。Also da seid ihr im Prinzip hier auch ein bisschen mehr auf der Seite von den Männern. ノーマーアイシェル、17歳、高校2年生です。Hadi? Ja. Aber ich denke in einer anderen Farbe. Nee, in Orange. In Orange? Ja, in Orange. Na. Ja. ノーマの家は両親と姉の4人家族。父親は機械部品会社のエンジニアです。ノーマは13歳の時、両親の許しを得て初めてラブパレードに行きました。そしてそこで出会ったテクノに衝撃を受けました。Der Anfang war vor 4 Jahren die Love Parade hingegangen und fantastisch gewesen und immer gehört. Also auf jeden Fall verrückt.Schlachtplan, na klar, macht man sich schon bestimmt einen Monat vorher aus. Mit Freunden alle zusammen trommeln, hinfahren zu 14 Uhr. Der Traum natürlich auf dem Wagen, überall die Zeitung durchgeguckt, ob man natürlich auf dem Wagen noch kommt, aber die Chance ist gering. Na, wir akzeptieren es schon, wir akzeptieren, dass sie diese Musik hört. Das ist nicht unser Geschmack. Und wenn wir zu Hause sind, muss es auch leiser sein, wollen wir so sagen.Wir akzeptieren, dass sie da hingeht, haben aber das Auge drauf, halt, wo sie hingeht und sehen immer ein bisschen zu, dass alles einem halt auch im Rahmen bleibt, auch von der Zeit her, wenn sie zur Disco geht und so. Love Parade が近づくと、
テクノのミュージシャンも世界からベルリンに集まってきます。日本のバンド電気グルーヴの石野卓球もその一人です。この日石野は友人のミュージシャンフランク・ミューラーとレコーディングに臨みました。おはようございます。石野は電気グルーヴの一員として活躍する一方で、3年前からテクノのミュージシャンとして一人で活動を続けてきました。ベルリンは石野にとってヨーロッパでの活動拠点です。最近ではレコーディングもベルリンで行うようになりました。そして今年石野は日本人として初めてラブパレードのステージで100万人を前に演奏することになりました。ベルリンが なぜ他と違って特別かっていうと、やっぱり街の持ってるイメージがね、イメージというか持ってるエナジーがね、明らかに他と違うんだよね。なんかなんつったらいいのかわからないけども、ねじれてるというか。だから例えばで、ベルリンのどんなとこが好きですかとか、ベルリンを知らない人に一言で表現するとしたらとか、でベルリンの何かこう おすすめするなんていうのかな、おすすめするセリフはありますかみたいなことを聞かれるんだけど、そういうのは説明しようがなくてよく聞かれるんだけど、ね、ただ言えるのは、好きな人はすごく好きだけど合わない人もいっぱいいるんだろうなっていうこと、誰にとってもすごくいいところ、いい街っていう気はしないんだけども、でも好きな人にはたまらない街だと思うな。ラブパレードの前日、パーティーが行われました。集まったのはテクノのミュージシャンたちです。パレードには世界各国から200人以上のミュージシャンが集まってきます。ラブパレードはテクノの世界の年に一度のお祭りでもあります。パーティーに登場したのはドイツのテクノ音楽界に大きな影響力を持つベテラン DJ ウエストバムです。DJ とはその場の雰囲気に合った曲を選び、ターンテーブルを使ってレコードで演奏するミュージシャンです。ターンテーブルを楽器のように扱いながらレコードを演奏する DJ。 テクノのミュージシャンは多くが DJ としても活躍しています。ミュージシャンと DJ の両方の活動によって新しい音楽の世界を作り出しているのです。石野卓球もパレードでは DJ として100万人の前に立ちます。ねえ、まあ言ったら同じ似たような音楽を DJ が使って、そこの個性が出てくるっていうのはすごい面白いところだと思いますよ。でその DJ が例えばイギリスから来た DJ がドイツ人の作ったレコードを日本でプレイして、その人の個性が出るとかっていうのはすごい面白いことだと思うし、そういうのができるのはこの音楽しかないと思うから、ぐちゃぐちゃにミックスされるといいですよね。そうするとなんかまた例えば日本のものとかドイツのものとか、そういうだけのものじゃなくて
どこのものでもないものが生まれてくるだろうから、そうなってくると面白いんじゃないかな。それがまたいろんな街で形を変えてってっていう、で発展していく。面白いですよね、それはね。ベルギー北部の都市ゲント。この街に世界のテクノファンが注目する企業があります。 R&S レコード。ヨーロッパを中心にアジア、アメリカに販売網を持つこのレコード会社は、世界のテクノシーンをリードする存在です。この会社の社長はレナート・バンド・パプリール。17年前にレコード店の店員を辞めて、ダンスミュージック専門のレコード会社を設立しました。10年前からはテクノを専門に扱う会社となっています。社長のもとには今、1日に数十本のデモテープが届きます。このレコード会社から世界へデビューしたいというテクノミュージシャンからのものです。いいものを探すにはたくさん聞かなければいけないんです。いいものは50に1つか100に1つぐらいしかありません。ごちゃごちゃしてて感想は言いにくいですね。特にいいところはありませんね。聞いた印象から言うと、そうですね、まあ私の好きなものではありません。これはハンガリーから届いたものなんですが、もしかしたら面白いかもしれませんよ。なんか変ですね。でもこの辺りはインパクトがあってグッときますね。必ずこのアーティストとはコンタクトを取ってみたいと思いますね。世界中から届きます。最近では日本からも数多く届きます。ここ数年では送られてくるデモテープの3割が日本からのものですね。その他4割がイギリスから、他にアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、それからスウェーデン、デンマークからも届きます。社長は気に入ったデモテープがあるとミュージシャンのもとへ直接手紙を送ります。その後2人でやり取りを続け、手直しを繰り返し作品を完成させます。
ミュージシャンは自分の国の自分の部屋にいながらにして世界へデビューができるのです。5年前この方法で日本から世界にデビューしたミュージシャンがいます。ケン・イシイです。それぞれの、まあ、国の状況もあるとは思うんだけど、やっぱりある意味その伝わり具合が早いっていうところっていうのはやっぱりその音楽的な同時性をこうどこでも味わえるっていう。ロックとかあったら例えば本当にインターナショナルアーティストが出てくるまでってのはやっぱり本当にロックが生まれてから時間がかかったし、その国でオリジナルのものが出てくるまでっていうのは相当時間がかかって、まあ、日本も音楽見れば分かるけど常にコピーの歴史であって、しかもある程度のクオリティが出てきた時はそれがアメリカとか UK で出てきた時より大幅に遅れてるとか、まあ、実際そういうのがあったんだけれども、今のテクノっていうのはそんな時差を感じさせずにオリジナルのものっていうのがその地域その地域でできる。で、まあその例えばアーティストにしても、まあ、僕にしても誰でにしてもこう世界中いろんなところをこう飛び回ってって少しずつ広めてってる。だそういう意味でのなんかよりこう親近感っていうか、まあ本当、まあ、同時代性っていうか、それっていうのはやっぱり今魅力になってて、その今までの音楽だったらもしかしたらあんまり感じられなかった部分っていうファンにとって、だそれがまあこれはこの音楽には得る、まあ、まあそういう魅力があるからっていうところもあるんじゃないかなと、うん、テクノは聴く音楽として、踊る音楽として、そして自ら演奏する音楽として今世界の若者たちの注目を集めています。ゴチェ・デボは22歳、ベルギーのブリュッセル郊外に住むサラリーマンです。テクノを聴きながら営業に回る毎日。紙の販売会社に勤めるゴチェの仕事は毎日10件から20件の得意先を回ることです。そんな彼の一番大切な時間は仕事が終わった後です。ゴチェがテクノを聴くようになったのは3年前のこと。最近では聴くだけでなくアマチュアの DJ としてテクノを演奏するようになりました。ゴチェは今年初めてラブパレードに参加するためにベルリンに行くことにしました。C'est voir le tout, c'est vivre tout, c'est y aller pas simplement pour une chose, mais pour le tout en même temps. C'est, je veux y aller pour tout voir et pas voir une seule chose. Je veux voir la musique, enfin je veux écouter la musique, je veux voir les DJ, je veux voir les gens, je veux voir tout ce qui est autour.ポーランドの首都ワルシャワ。今ポーランドの若者たちの間でもテクノは大人気です。街のあちこちでテクノの音が響きます。ポーランドではドイツのテクノの人気が高いようです。そして CD ショップ、やはりここでもテクノの文字が目立ちます。視聴コーナーで熱心に CD を聴いているのがヤツェク・クロパトバ、18歳、高校生です。ヤツェクはこの日およそ1時間かけて5枚の CD をじっくり聴きました。ところが1枚も買わずに戻してしまいます。
ポーランドの高校生の間ではまだまだ CD プレイヤーは高級品。ヤツェックもまだ持っていません。それでも最新の音をいち早く聞くためにこうやって週に 2,3 回 CD ショップに通っているのです。ワルシャワにあるヤツェックの家です。ヤツェックは高校でデザインの勉強をしています。将来は広告関係の仕事をしたいと思っています。ポーランドでテクノは流行に敏感な10代の若者たちの間で人気があります。どのミュージシャンがいいか、どんな CD が出たのか、友達と最新の情報を交換します。この日の彼らの話題はラブパレード。どんな DJ が演奏するか、どんなイベントがあるのか、とても気になります。ヤツェックは今年初めてパレードに参加するためにベルリンに行くことにしました。Czego oczekujesz po paradzie? Czego oczekuję po paradzie? Dobrej zabawy. Dobrej zabawy. Nowe twarze. Nowe znajomości. Chciałbym zobaczyć ten tłum po prostu zatopiony w jednym tańcu, w jednym rytmie. Jak po prostu. Nacjasmi nie hajte. Jacek wa arbajto hajime maszta. パレードに行くにはお金が必要です。ベルリンまでの往復交通費は500ズロチ。日本円でおよそ1万7千円です。毎日8時間、庭の手入れのアルバイトを1週間以上続けました。7月11日土曜日、ラブパレードの日です。会場近くの駐車場はドイツだけではなくヨーロッパ各国からの車でいっぱいになりました。午前8時、警察による警備が始まりました。この日、国境警備隊の応援も得て、総勢2500人の体制で若者たちのパレードを見守ります。6月17日通りも通行止めになりました。到着する列車からはパレードに参加する若者たちが次々と降りてきます。この日パレードのために62本の臨時列車も運行され、各地から参加者を運びました。午後2時、フロートが一斉に動き始め、10回目のラブパレードが始まります。今年参加したフロートは全部で47台。
それぞれが DJ を乗せ大音量でテクノを流し始めます。参加者たちはそのリズムに合わせて踊り続けます。6月17日通りの4キロを埋め尽くす人たち、10代後半から20代前半が中心ですが、年齢層は毎年幅広くなってきています。今年の参加者は主催者の発表で100万人。小さな部屋の中でコンピューターによって作られたテクノ、そのリズムが100万人の体を動かし続けます。大昔から社会で繰り返し起こってきたことなんです。人々が定期的に集まり、ダンスをする。マイナスに考えれば何か足りないから集まるとも言えますが、プラスに考えると人々が求めるものがそこにあるからとも言えます。100年後の音楽がどんなビートでどんなサウンドなのかは分かりませんが、確実に人は集まり踊っているに違いありません。そういうことは今までも今もこれからもあるんです。テクノはいくつもの若者文化と結びついているのです。これは今の若者にとっては特定の若者文化だけが意味を持つものではないことを示しているのです。以前は一つの若者文化の背景にはそれぞれの世界観を見出すことができました。しかし今ラブパレードに参加する人に話を聞いても自分の世界観の話などしないでしょう。これは不思議なことではありません。そこではただ踊ることだけが大切なのです。テクノはさまざまな方向性を持った若者文化を受け入れることができるのです。さもなければラブパレードはこのような大きなイベントにはならず、参加者もこれほど多くはならなかったでしょう。150人のデモとして始まったラブパレード、何かに反対するのではなくダンスミュージックを通して人々を結びつけようとして始まったラブパレード。そして今テクノは100万人を集めるようになりました。ドイツは今楽観的な状況にはありません。経済問題は山積みで、統一後の課題も未だに多くが未解決です。だからこそ刷け口を求めているのです。全てを投げ出して自分がこうありたいと思った姿のままに生きることの可能性を求めているのです。
開放感を味わうこと、慣習や道徳感にとらわれずにあるがままの姿でいられるのがラブパレードなのです。テクノの踊りにはルールはありません。一人一人が思ったままに踊ります。一人一人の動きがテクノのリズムとともに会場に大きなうねりを生み出していく、ベルリンのラブパレードです。ドイツの首都ベルリン。1871年ドイツ帝国の首都となったベルリンは19世紀後半に急速に拡大した街です。ベルリン大聖堂、皇帝ウィルヘルム1世がドイツ帝国のシンボルとするため建設に着手し、24年かけて完成した教会です。ドームの高さは75メートル。当時の建築技術を結集して作られた建物はベルリンが持つ力の証でもありました。ベルリンは19世紀末、東西ヨーロッパの人々が行き交う都市として成長しました。そして20世紀に入り、
新しい文化を花開かせたのです。ベルリン市内のリュッツォー通り13番地。今は何もないこの場所で、1919年、一つの美術展が開かれました。その名も、第1回国際ダダ展覧会。ダダイズムは第一次世界大戦後に生まれた芸術運動です。伝統的な価値観やそれまでの芸術表現そのものを否定することによって新しい芸術を生み出そうとしました。このベルリンでの展覧会をきっかけにしてダダイズムは世界のアーティストたちに大きな影響を与えました。ベルリン市内で今も使われているアパート、1920年代後半に建てられたものです。デザイン集団バウハウスが設計した当時としては先進的な建物です。徹底した機能主義で後に世界の建築に大きな影響を与えたバウハウス、その建築デザインを当時から多く受け入れてきたのもベルリンでした。ダダイズムやバウハウスなどベルリンの文化が花開いた1920年代、当時黄金の20年代と呼ばれました。そして人々はベルリンの新しい文化と自由な空気を求めてキャバレーに集まりました。今でも当時のベルリンのムードを味わうことができる場所があります。ジョニー、wenn du Geburtstag hast、この店では毎週土曜日、1920年代のキャバレーの様子を再現して上演しています。しかし黄金の20年代と呼ばれたベルリンの文化はナチスの台頭後大敗文化とされ急速に姿を消してしまいました。ベルリンには長い歴史的な伝統というものがありません。例えばバイエルン、ミュンヘン、ケルン、ハンブルクの文化に匹敵するようなものがないのです。ベルリンにおける文化は18世紀および19世紀に様々な文化の混合として生まれました。そしてその混合体は変わったもの、新しいもの、他とは違ったもので満たされていきました。そして他の場所では居心地が悪いと思うような人々を引きつけることになります。特に革新的な人々、既存のものでは満足しない人々が可能性を求めてベルリンに集まってきました。ベルリンの文化にはこういう傾向が明らかにあったのです。そして今、1990年代、ベルリンのエネルギーを表しているのがラブパレード。かつて可能性を求める人たちが集まり、新しい文化を生み出したベルリン。今そのベルリンに100万人が集まり、ひたすら踊り続けます。
午後2時から深夜0時過ぎまで踊り続けるラブパレード。発表によると救急車の出動回数は976回、踊り疲れて倒れた人122人が病院に収容されました。大体道路で音楽を使ったデモ行進を行うこと自体がとてもベルリン的だと思います。路上で音楽を流したり踊ったりすることそのものがベルリンなんです。ベルリンは今まで常に政治的な都市でした。しかしそれと同時に昔から非常にアクティブでエネルギッシュなダンスシーンがあった都市でもあるのです。彼らは時間制限付きの日常からの逃げ場を探しているのです。彼らは月曜日になれば日常に戻っていって真面目な学生や真面目な実習生、真面目なサラリーマンになるのです。彼らは日常とは違う世界を求めているのです。それを実現するのがラブパレードなのです。ラブパレードは唯一の逃げ場ではないのですが、最も大々的なものなのです。東ヨーロッパの国、そう、ポーランド、チェコ、ハンガリー、あるいは旧ソ連の諸国における発展は常に西ヨーロッパの影響を受けてきました。これらの隣国は EU への加盟を希望しており、ロシア全体もヨーロッパ志向です。ベルリンはこのような状況下においては特別な役割を果たします。経済的な観点からは他にもウィーンやプラハといった都市もあるのですが、ベルリンは東ヨーロッパから来る人々が最初に出会う西ヨーロッパの都市だったのです。ベルリンには常に文化のぶつかり合いがあり、ベルリンの未来の姿もここにあると思います。ラブパレードには東ヨーロッパから、そしてイギリス、フランスからも多くの若者が参加しました。さらにアメリカや日本からやってきた若者もいます。ある旅行会社の調査によれば、世界80カ国の若者がこのベルリンに集まりました。Total, auf jeden Fall. Oh, warum mögen wir die Musik? Es ist einfach geil. Alles gut. Warum? Es ist locker. Love Parade, absolut geil. Spitzenstimmung. Super. Und magst du Techno-Musik? Mag ich, ja. Warum? Aber nur in Grenzen. Hört dazu. Die Leute, die Mischung, die Musik, einfach nur gigantisch. Und magst du die Musik, ja? Ja, total. Hammer. ワルシャワの高校生ヤツェックは7月11日の朝6時25分ワルシャワ発の特急列車に乗りました。列車の中はやはりパレードに向かうポーランドの若者たちでいっぱいです。午前11時、
パスポートチェックを受けてドイツとの国境を越えます。本場のテクノとベルリンを体験したい。ヤツェックはアルバイトで稼いだお金を持って乗り込みました。ベルリンに到着したのが昼の12時半。街はすでにラブパレード一色になっていました。ヤツェックがベルリンを訪れるのはこの日が初めて。列車の中で知り合った仲間と別れ、ここからは一人でパレードに向かいます。ヤツェックにとって初めて見るベルリン、初めて見る100万人です。No w porządku, w porządku. Jestem... Bardzo się dobrze bawię, trzeba powiedzieć. O to chodziło? Bardzo się dobrze bawię. No? Jest super, naprawdę. Przerosło wszelkie moje oczekiwania. Dobrze. Jacek は午前0時まで100万人の中で踊り、パレードの翌日、列車でワルシャワに帰りました。ベルギーのサラリーマンゴチェは前日飛行機でベルリン入りしたものの、クラブで深夜まで踊り続けて当日は朝寝坊。タクシーで現場に駆けつけた時はパレードが始まる直前でした。ゴチェにとってもベルリンは初めて。ベルギーの友人と3人でやってきました。ゴチェの目的の一つは人気 DJ を見ること。友人の一人がドイツのナンバーワン DJ のウェストバムを見つけました。日頃なかなか会うことのできないスーパースターと直接会うことができるのもパレードの魅力です。本物のテクノと出会いたい。見たこともない群衆を体験したい。パレード全体を感じたい。
ゴチェはその目的を達成しました。そして翌日ベルギーに帰り、月曜日からいつもの仕事に戻りました。午後6時過ぎ、パレードが始まって4時間、会場の熱気はますます高まってきます。それまで6月17日通りを行き交っていたフロートが戦勝記念塔を囲む形で集合します。100万人の若者たちも塔に向かいます。いよいよフィナーレのファイナルギャザリングが始まります。ファイナルギャザリングでは世界の有名な DJ が次々と登場します。そのファイナルギャザリングの舞台に向かう医師の卓球、日本人として初めて100万人の群衆と向き合います。この日石野がパレードの現場に到着したのは午後3時過ぎ。石野自身も100万人の群衆の中で3時間以上を過ごしました。そしてステージに立ったのです。午後7時、小雨が降る中、石野の演奏が始まりました。持ち時間は25分です。石野の演奏が終わりました。
だけの人の前でまっすぐ登って、ここ以外ないでしょ。すごい体験でしたよ。なんかこう事前かなりこう楽しみにしてるっていう話を聞いてたんで、なんか何とも言えないです。涙が出そうになっちゃった。午後9時過ぎ、ベルリンはやっと日没を迎えます。ファイナルギャザリングではその後も DJ たちが演奏を続けます。パレードの残り時間もあと3時間。群衆は踊り続けます。ベルリンの特別な1日が終わりました。午前1時の6月17日通りです。若者たちが去った後、会場では次の日の朝を迎えるための準備が始まります。残されたゴミの量は250トン。250台の清掃車が駆り出されて、日の出までに全てのゴミが回収されます。7月12日、ベルリンは静かな日曜日の朝を迎えました。ラブパレードから6日後、一の卓球はスロベニアにいました。スロベニア西部、イタリアとの国境に近いイゾラという小さな町のクラブに招かれました。ラブパレードでの評判を聞き、2000人の若者が集まりました。ヨーロッパを舞台にテクノの活動を始めて3年、石野にとってテクノの可能性とベルリンのエネルギーを感じた夏でした。ベルリンは、今まで以上に、今までもこう近かったんだけど、今まで以上にこう距離が接近した年かな、人生の中においてもでかい出来事だったですよ、深いですよテクノは。それこそラブパレードみたいな場なんかそうでしょう。普段ね、そんなテクノなんか聞かない人でもあの場に来て踊るっていうことで参加してるわけだから、それはでもすごい自由なことだと思いますよ、音楽としては。
1998年夏、ベルリンに集まった若者は100万人。テクノで踊り続けたベルリンのラブパレードです。